スダワン襲撃は1941年3月26日にイタリア海軍が小型艇によりクレタ島のスダワンを襲撃した事件である。1941年5月に取られたスダワンで放棄されたヨーク。手前はノルウェーのタンカーペリクレス1941年5月に取られたスダワン。左側で着底しているのがヨーク。手前の水上機は ショートサンダーランド1941年3月25日夜、イタリア海軍のセラ級駆逐艦、フランチェスコ・クリスピ、クインティのセラが3隻ずつ爆装艇マッスを搭載して、レロス島から出撃した。爆装艇は艇内に 300kg の爆薬を搭載しており、艇を目標への衝突コースに乗せた後衝突して、爆発する前に乗員は脱出するというものであった。 航空偵察により須田湾には多数の艦船が停泊していることが発見されていた。須田湾で連合国軍の活動が継続的に行われていることから数ヶ月前に須田湾が目標に選ばれていた。3月25日23時30分、須田湾沖で数とのりの爆装艇が駆逐艦から発進した。湾内に侵入した爆装艇は 従順洋艦ヨーク、ノルウェーの大型タンカーペリクレス、別のタンカーと貨物船、各一隻に突入した。3月26日4時46分、ヨーク中央部に2隻が命中した。艦航部の箱からそれぞれボイラー室と弾薬庫に浸水し、爆発により、乗員2名が死亡した。艦尾が沈み込んだヨークは、沈没を避けるために浜辺に故意に座礁させた。 ペリクレスも大破着底した。残り2隻はイタリア側資料によると共に沈没したとされるが、イギリス側資料によると、残りの爆装艇は命中しなかったとされる。爆装艇の操縦者は6名全員が捕虜となった。空襲を受けているとの勘違いにより、対空砲火が上がった。ペリクレスは駆逐艦によって抵抗され、アレクサンドリアへ向かう途中。 1941年4月14日に嵐で沈没した。動けないヨークは着底後も数軸軍からの空襲を受けており、対空砲火を上げて抵抗していたが、やがて5月下旬には主砲以下の火器を破壊されて無力化された。ドイツ軍によってクレタ島が占領される前に上院の手によって22日には主要部に爆弾を仕掛けて破壊された。 戦後、ヨークの船体は不要されて、バーリンへ栄光され、そこで1952年3月にスクラップとなった。ファーストマイナス31ショートトンマーチ1941インレート、シップ、ユニットネームオーダー。ありがとうございます。